渡辺明名人に藤井聡太竜王が挑戦している第81期名人戦七番勝負。対戦成績で16勝3敗、名人戦の開幕時点と勝ち越していた藤井聡太竜王は、第1局と第2局に連勝して好スタートを切った。渡辺明名人は第3局で1勝を返したが、終盤の寄せ合いで意外な展開となった。その両者の思惑と第3局、第4局の戦いぶりについて、田丸翔九段が解説する。渡辺明名人が話した第2局を払拭できるような将棋。名人戦第3局は5月13日、14日に大阪府高槻市で行われた。過去80期の名人戦で、開幕から2連勝した名人または挑戦者は延べ43人。そのうち37人が七番勝負を制していた。確率的に不利な渡辺明名人は、背水の陣の心境だったに違いない。先手番の渡辺明は、角換わりの将棋を目指した。藤井聡太も武器にしているが、10手目に三角四四歩と角筋を止めて角交換を拒否した。渡辺明が第1局と第2局で用いた指し方を、藤井聡太が逆に採用したことになるが、自身の対局では前例がなかった。終局後の感想戦では、序盤は手が広いと思っていた、と、多くを語らなかった。渡辺明は対局前日に、第2局は途中でダメにして、負け方が良くなかった。それを払拭できるような将棋を指したい、と語ったという。第3局は不退転の決意で臨んでいた。第3局で渡辺明は矢倉、藤井聡太は雁木、雁木に玉を囲った。渡辺明は中盤で64分の長考で上向き黒三角二三歩と打って攻めに行った。しかし、自陣の守りが手薄になり、藤井聡太に反撃される順が生じた。藤井聡太は軽妙に攻めて飛車を活用し、三角七七角成、14分と切って三角五八飛成と敵陣に侵入した。勢いのある攻めで、一気に寄せ切るかと思われた。しかし、難しい変化が潜んでいた。藤井聡太もそれを懸念したのか、35分と47分の連続長考を余儀なくされて明らかに変調だった。終局後の感想では、三角七七角成は攻め急ぎで、じっくり攻めた方が良かったという。差し違えも辞さず、の闘争心が妙手を呼んだ。渡辺明は絶妙の攻防手順を用意していた。自陣の銀を相手の竜に取らせ、角筋を利かして上向き黒三角四五桂と竜取りに跳ねた。まさに、肉を切らせて骨を断つ、手段で、藤井聡太の玉に迫っていった。そして、次の一手、問題に出るような妙手があった。プロ棋士ならすぐにわかる手で、控え室の研究でも渡辺明の勝ちと結論が出ていた。しかし、残り時間が2時間以上あったので、渡辺明はなかなか指さなかった。藤井聡太の卓抜した読みを警戒し、地玉が詰まないことを慎重に確認した。藤井聡太の脅威を感じながら、勝利への予感を楽しんでいたのかもしれない。渡辺明は93分の大長考で上向き黒三角三三角と打った。第一図はその部分局面。三角同桂は上向き黒三角同竜三角三二銀上向き黒三角四二金以下詰み。角を中段の66にも利かし、三角七八竜上向き黒三角同玉三角66桂以下の詰み手順を防いでいる。実戦は間もなく渡辺明が勝った。渡辺明の差し違えも辞さずという強い闘争心が、結果的に上向き黒三角三三角の妙手を呼んだとも言える。その一方で、AI、人工知能のように深く正しく読める藤井聡太が、上向き黒三角三三角を見落としたとは思えない。その3手前の当然の一手に39分考えた時点で分かっていたはずで、軌道修正できずに第一図に至ったのだろう。それにしても渡辺明の上向き黒三角三三角は、名刀の切れ味だった。本来なら藤井聡太が見せるような決め手である。ただ鈍器で殴られるような負け方よりは、かえって後に引かないものだ。第4局で渡辺明が再び見せた不退転の決意。名人戦第4局は5月21日、22日に福岡県飯塚市で行われた。後手番の渡辺明は4手目に三角四四歩と角筋を止め、雁木の駒組みを築いた。藤井聡太は左美濃に組んだが玉をあまり囲わず、上向き黒三角四六銀と中段に進めて上向き黒三角三五歩と仕掛けた。双方の駒組みが少し違うが、今年1月の王将戦第3局、上向き黒三角藤井聡太王将、三角羽生善治九段の指し方を取った。
また直後の局面は、2021年5月の叡王戦、上向き黒三角木村一基九段、三角となり龍馬七段の対局と同型になった。藤井聡太は木村が指した攻め手順を踏襲せず、98分の長考で別の手を指して様子を見た。渡辺明は居玉、玉が元の位置から動いていない形のまま、三角六五桂と隅取りに跳ねて攻めた。玉をあまり囲わないのが、現代の総居飛車で定番の指し方だ。藤井聡太の玉もあまり囲われていない。渡辺明は9筋の端攻めを絡めて藤井聡太陣を直撃した。第3局に続いて不退転の決意だった。ただ本譜の囲碁の攻めでは、別の攻め手順が良かったようだ。勝ちを見通せるところはなかったようだが、藤井聡太は1日目の封じ手で79分も長考し、2日目も受けに通した手順が続いた。渡辺明の攻めは好調に思えたが、80分と114分の長考を余儀なくされた。攻め味が細く、居玉のために王手飛車の順が懸念されていた。一手も動いていない7一の銀について、ある棋士は、銀が泣いている、と形容した。渡辺明は囲碁も攻め続けたが、藤井聡太に的確に受けられて苦しくなっていった。藤井聡太は、勝ちをはっきり見通せるところはなかった、終局後の感想戦、と思っていたそうだが、終局は突然にやってきた。藤井聡太が上向き黒三角七五カット王手をかけた局面は、相手玉がどこに逃げても左右強撃の寄せが厳しい。渡辺明は攻防ともに見込みがないと判断して投了した。69手の短手数だった。終局時間は17時からの夕食休憩を控えた16時45分。スコアのことは意識せず、いい状態で。渡辺明名人は第3局の終盤で鮮やかな攻防の妙手で勝ち、第4局以降の巻き返しが期待されていた。しかし本局では攻めの選択を誤り、完敗する結果となった。藤井聡太竜王は第4局に勝って3勝1敗とし、最年少記録で名人の獲得と7冠まであと1勝と迫った。終局後には、スコアのことは意識せず、いい状態で臨みたいと語り、いつものように平静な様子だった。名人戦第5局は、5月31日、6月1日に長野県高山村、緑火山塾藤井聡太荘で行われる、藤井聡太荘で藤井聡太新名人が誕生する可能性が高くなった。